時刻は夜10時を回りました。皆様こんばんは。秋元のりお休み前の本棚の時間です。この番組は朗読を広めたい女優、秋元のりがジャズやトークを交えながら好きな作品を朗読する番組です。夜のひととき、ほっとしていただけたら嬉しいです。 FM 祇園海の見えるす敵きなスタジオより10時30分まで放送いたします。YouTube でもネット配信をしています。お休み前の本棚で検索するとこれまでの放送も全部聞くことができます。また無料アプリの「リッスンラジオを」をダウンロードしていただくと全国どこからでも聞くことができます。 また番組に対する要望感想をお待ちしていますメールアドレスは 797-fmgui.com ですさてこの番組も6月から始まって4ヶ月経ちましたいまだに試行錯誤ですがこの10月からリニューアルしようかなと思っていますまずは新コーナーを 考えてみました題して今日のワンポイントレッスンです声の出し方や話し方など何か一つでもお役に立てることがあったらいいなぁと思いますでは早速始めましょう今日のワンポイントレッスン発声というと声帯のある喉をさしがちですが 声は、息が声帯に当たり、振動することで発せられます。つまり、この喉にある声帯は、振動するだけの場所なんですね。ちょっと、あの、喉に手を当てて、あーって言ってみますかあー、そうすると喉のとこすごい振動してますよね。そこ、そうなんです。振動することで、えー、声になるんですけど、実際は、 そこにどう息を当てるかの声を支える筋肉の方が重要となってくるんです。鍛えるべきは筋肉なんです。大学の公開講座にいらっしゃる8割の方が声が出づらくなってきたとおっしゃいます。歳を重ね人と話す機会が少なくなり何にもしないと筋肉はどんどん落ちていきます。声体も使わなければ連れていくんですね。 ということで、今日のワンポイントレッスンは、風船を膨らませるというのをやってみてください。または、硬くなくてちょっとボコボコしやすいペットボトルを膨らませたり、へこませたりして、お腹の筋肉を鍛えてみてください。ついこの間、あの高校生の講習会で、一人女の子が本当にいい声でバッチリ出てたんですね。大抵、あの、 運動をやっててインナーマッスルが鍛えられている子が多いんですけど、その子は吹奏楽部だったんです。だから毎日こう腹練習をしてたんですね。えー、やっぱりその皆さんもあのちょっと風船膨らませるとどこの筋肉が使われているかすぐわかると思います。そのお腹の筋肉を鍛えてみてください。そうすると声もよく出ます。 さて今日のトークですが今後のこの番組についてあかりちゃんとお話ししていきたいと思いますさてあかりちゃん私はこれまでの自分の研究した演技や朗読について伝えているつもりだったんですが実際は朗読する作品についての説明がなかったりしてちょっと反省してるんですねうん、うん、あかりちゃんはどう思いますか そうですね私はあの一リスナーとして思うと、うん、確かに作品の説明がなかったり、うん、この、うん、作者の名前は知ってるけどあ、うん、どういう何て言うかこのなぜこの作者はこの作品を作ったのかが分かったらもっと面白く聞けたんだろうなって今の振り返りを聞いて思いました。うんうんうん やはり私もそう何にも言わないでただただ朗読してたんですけどうん、うん、作者についてとかその作品についてとかまた私がそれをどう感じ取ってどう読みたかったかみたいなのもあった方がいいのかなって。あ どうしてこの作品を読みたいと思ったのかとかあとなんかこの作品との出会いについてとかそうだねなんかねやっぱり長年朗読をやってると思うのでその時のエピソードを聞けたら楽しそうだなって思いました。本当だよよね全くそそれれ抜けてました私を今後ちょっと広げうかな やってみようかな、はいね、割と朗読ハードコア番組だったと思うので,、はい、そうです、ね、もうもう朗読一色で <laughs> <laughs> もうとにかく326分内にをもう収めてぐいぐいとはいだからなんか番組も次のステップって感じがしますね,すねはいあのやっぱり4ヶ月もやってやっと気づいたかって言われそうなんですけどいや,いや,いや <laughs> 本当にノワン屈指のあの、うん、なんかちゃんと台本を作ってしっかり構成してる番組なので <laughs> <ー>もう私はこれからま,またいいい感じにななるのがが楽ししみででょうがないですよありがとうございます、はい、あとは、うん、あの朗読もあの文学作品じゃなだけじゃなくて、うん、いろんな方のエッセー、うん、そしてそのエッセーを書いた方をゲストにして、うん、お話を聞くとか。 そんなこともやってみたいかなと思ってますけどいいですねすごいいいと思います作者さんが実際に来られるっていいですよねねえ話聞いてでもう一個気になってるのはやっぱり技能案で放送されてるわけだから沖縄の話をぜひあかりちゃんにこの人いいですよって人がもしいたら教えていただいて読みたいなと思うんですけどはい ぜひ私もこの沖縄のなんか気になってるけど今までチェックしてなかった詩人とかなんか文学を作ってる方とかいっぱいいますのでちょっとその情報もシェアしながらなんかできたらと思いますね。でまたこの沖縄ラジオ聴いてる人すごく多いのでなのでこの昔話とか沖縄ならではの民話とかがあるのでねなんか今後も皆さんからリクエストがあれば。 この沖縄の話って読めますか、うん、とか、著作権上大丈夫か確認して読めたらいいですよね。うん、はい、はい、あの勉強したいと思います。うん、何も知らないので。はい。いいですね。うん、そ、それやりたいです。はい。ぜひぜひ。ぜひぜひ。やっぱり、うん、あ、でも、こん、こんぐらい案があったら、なんか。結構膨らんでいけそうですね。うん よかった一人で考えるんじゃなくて <laughs> やっぱり相談してよかったもう自分の頭だけではもう <laughs> あの大変で <laughs> いやいやだって今日から新しいコーナーもスタートしてますからすはい頑張りますはいうんもういい感じだと思いますよはい,はいじゃあ曲紹介いきましょうかはいわ、はい、かりましたそれでは今夜の曲「セロニアスモンクでラウンドミッドナイト」そして朗読は「 詩人の平田俊子さんで、おもろい夫婦より、応答せよ203です。ではどうぞ。平田俊子作、おもろい夫婦より、応答せよ203。夜の10時を少し回っていたが、203号の窓はまだ暗かった。 ティーコの予想した通りであるいつから干したままなのかベランダでひらひらしている洗濯物がティーコの位置から見て取れた一時間ほど前ティーコは新大阪のホームに降りたばかりだ今夜帰ることは夫には内緒だそれには一つの思惑があった電話した時の夫の応対が 近頃投げやりで不愛想だ。愛人ができたに違いない。夫は毎晩愛人を連れて203号に帰ってくるのだ。電話の間も愛人を離さず、膝に乗せ、胸や足を撫で、それで冷淡な声になるのだ。愛人との現場を抑えてやろう。そういう思惑でティコは帰ってきた。 ベランダの見える位置で夫の帰るのを待ち、窓に明かりが入れば、頃合いを見て部屋に踏み込むつもりだった。別居中でも、203号は今なお自分の部屋だった。自分と夫の部屋だった。他人を入れたくなかったが、夫はそういうことに鈍感だった。一緒に暮らしていた頃のこと、ティコが旅行で家を開け、 2週間後に戻ってくると、部屋の空気がどこか違った。女を入れただろうと問い詰めたが、こんな汚い部屋に誰が来るもんかと軽くいなされておしまいだった。翌日、テイコはリップブラシを見つけた。それを目の前に突きつけてやると、実はお前の留守にお袋が来て泊まっていった。 夫は苦ししいい言い訳をした。ではなぜ昨日そう言わないのお前がやっかむと思ったんだ。やっかむわけがないでしょいや、お前はやっかむね。俺と袋の中がいいとお前は妙にイラついて、マザコンマザコンと俺をなじるんだ。夫は問題をすり替えようとした。あの時はうかつにも夫の手に乗り、 争点がうやむやむになっってしまった。今回その点に気をつけなくては男を一年半も一人にしといて愛人ができないわけがない友人の愛は「S さんは真面目だから心配ないわよ」と言うが真面目と愛人が両立できる第一 夫が真面目かどうか、どうして愛にわかるのだもしかすると、愛が夫の愛人なのか妻の友人を愛人にするとは下道のような男である。そういえば、愛が遊びに来たとき、夫の様子が変だった。しきりに汗をかいていた。あの時すでに二人はそういう仲だったのかいつからそんな仲なのか あのリップブラシは愛のだろうか愛に尋ねてみなければ、愛のものなら返さなければ。俺が勝手をして何が悪いお前だって勝手に家を出ただろうが。何かにつけて夫はそう言う。戦後の民主教育は間違った平等意識を植え付けてしまった。妻がどんなに身勝手でも、 夫は低粛であるべきだ。妻だけを見、妻だけを思い、妻の幸せだけを考えねばならない。張り込みは思ったよりも退屈である。せっかちなティーコには向いてない仕事だった。花歌を歌う気分でもない。暗がりだから本も読めない。ひたすら待つところが釣りに似ている。だが釣りと違い、 暗がりに立っていると、次から次へと妄想が湧く。ティーコの頭にある考えがひらめいた。夫はとうに帰っているのではないかティーコが到着するよりずっと前に帰り、布団の中にいるのではないか夫が十二時前に寝ることはまずない。だが、夕べ三時まで愛欲に溺れ。 疲れて今夜は早く寝たのかも。とするとこの張り込みは無駄であるティーコは電話を探し203号に電話する呼び出し音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 応答せよ203203応答お願いしますどうした203応答しないか応答せよ 2 0三、ああ、応答を願います。37回鳴らしたが、誰も出ない。夫の勤め先にかけてみる。52回鳴らしたが、誰も出なかった。張り込みに戻ると、窓は暗いままである。11時を過ぎると、あたりに違法駐車の車が増える。 車を降りた男が通りすがりに、ちょめちょめしようか、とピーコにささやく。これぐらいのことでは今さらたじろがない。このちょめちょめが、と腹で毒づき、そっぽを向く。もしかすると、今夜は帰ってこないかもしれない。愛人の部屋に泊まるのかもしれない。 終電で帰るとお部屋に着くのは12時半だ。それまで待ってみてダメならば、今夜の張り込みは打ち切ろう。張り込みは失敗したことになる。だが、愛人の存在を確認できなかったことには成功した。私の思い過ごしかもしれない。電話の応対がよそよそしいのは、仕事で疲れていただけなのだ。 それはもう事故と言っていいぐらいに突然203号が明るくなる。はちまちティーコの心は和む。無事に帰り、部屋の明かりをつけてくれたことだけで、夫に感謝したい気持ちになった。もう張り込みは打ち切ろう。不意に帰って脅かしてやれ。実はカバンにお土産がある。夫の好きなシュークリームだ。 これを今から二人で食べようカーテンを閉め忘れた部屋を人影が行き来する人影がベランダの窓に近づく人影がベランダの窓を開ける覗いたのは夫の顔ではなかった空気を入れ替えたくて窓を開けると ベランダの下に人影が見えた。この部屋をうかがっていたような気配が気になり、愛人が待ってるよ、と思わず口にした。直後に、しまった、と肩をすくめた。見たまま、思ったままをすぐ口にして、ひ子は何度も失敗していた。一泊置いてから喋りなさい、と夫にもさいさい言われていた。 気をつけようとするのだが、持って生まれた性格はなかなか治るものではない。幸い、夫はそばにいなかった。顔を洗っているらしい。聞かれずに済み、ピー子はほっとした。夫に会うのも、この部屋に帰るのも久しぶりである。大阪駅まで迎えてくれた夫と食事をし、今しがた帰宅したところである。 ここ数時間保たれているせっかくのいい雰囲気を妙な勘ぐりで台無しにしたくなかった。きっとタクシーを待っているのだ。ティーコは人影をそう解釈し気にしないことにした。夫を追って洗面所に行く。食べたばかりの寿司の余韻が食堂から胃袋にかけて残っておりティーコを幸せな気分にした。 うなぎ、あなご、ねぎとろ、うに、はまち、あまえび、いくら、たい。やっぱりすしは大阪に限る。夫にごちそうしてもらうに限る。ティーコは手洗い用のせっけんで顔を洗う夫の背中にもたれながら、この人と一緒になってよかったと思った。だが、 寿司の余韻が遠のくにつれ、人影のことがもやもやしてきた。確かに女の人だった。確かにこの部屋を見上げていた。夫に用があるのだろうか。ティーコはもう一度窓を開けてみた。だが、もうそこには誰もいない。それはそれでまた何か引っかかる。夫の帰りを待っていたのに、 私が見えたので逃げたのではないか。あれは夫の愛人ではないか。夫には愛人がいるのではないか。いや、そんなこと考えられない。夫は私を愛しているのだ。私のことだけ愛しているのだ。友人の愛は、平氏を一年半も一人にしといて愛人ができないわけがない。と私を脅す。 よその夫はそうかもしれない。だがうちの夫は安心だ。私のことだけ見ていてくれる。私のことだけ好きなのだ。まったく、愛はひどいことを言う。夫のことが好きなのかもしれない。夫を誘惑したのかもしれない。夫に相手にされなくて、それであんなことを言うのだろう。 久しぶりに帰った部屋には気になるところはまるでない。女性の匂いはまるでしない。当然のことである。うちの夫は妻の留守中女を連れ込むようなことはしない。なんなら一晩張り込んでもいい。夫が女連れで帰ってくるかどうか、ベランダの下で見ててもいい。夫の潔白を確認するため、一度内緒で大阪に戻り、 様子を探ってみようかしら。化粧を落としながらティーコは思った曲はセロニアスモンクで「ラウンド・ミッドナイト」朗読は平田俊子「応答せよ203」でした。いかがでした <laughs> 面白かったでしょ <laughs> 私はもうかなり前にあのこの平田敏子さんを知りファンとなりましたで一度銀座のギャラリーであのロードグライブした時にあの平田さんにも来ていただいて聞いていただきました今回もあの「このラジオで読んでいいですか?」ってメールしたらもう即座に「いいですよ」って返事をいただきました 本人は、うん、あの至ってあの落ち着いて静かな方なんです。<laughs> また来週も平田さんのをあの読みたいなと思ってます。さてここで月一演劇ワークショップのお知らせをさせてください。今月10月は20日の日曜日10時から13時までで東中野のスタジオにて開催いたします。 基本の筋トレ、ストレッチ、呼吸法、発声法から芝居までの3時間みっちりやります。あの、もし興味ありましたら、X の,あのダイレクトメッセージからご連絡ください。秋元のりこで、あのあ、やってますので。番組の感想またはジャズのリクエスト、朗読で聴いてみたい作品、ただし著作権フリーでありましたら、 ぜひあのリクエストお願いします。797-fmgino1.com まで、いつでもお待ちしています。それでは番組に参加してくださった皆様、ありがとうございました。お相手は秋元のりこでした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。